11月6日、押し屋の聖髄30節の6番目ですね。神を礼拝するプージャーよりもジャパが優れている。そのジャパとは言っても、声高く行われるジャパよりも、口の中でかすかに囁くジャパの方が優れ、それよりも心の内で行われるジャパの方が優れており、この心象、マーナスイカジャパは瞑想、ディアーナと呼ばれているものである。体での礼拝よりも、言語、言葉を用いたジャパの方が修行の程度としては高いという説明ですね。で、ジャパにも、人に聞こえるように声高に唱えるものもあれば、口の中でかすかにつぶやくように、あるいはささやくようなジャパもあれば、そうして口を動かさずに心の中だけで心音を唱えるジャパもあるわけですね。この心の中で思いで行うジャパ、それはすなわち瞑想、ディアーナに異ならないという説明ですね。身体活動も言語活動も心の思いの拡大表現ですから、問題点は心の思いにあります。身体では礼拝や体位体操や巡礼を行っていながら、心にはいろいろな欲望が渦巻いていて、本人がそれらの欲望に気づかず、自分は礼拝者であり、アーサナの実践者であり、巡礼者であるとしか自己認識していないなら、間抜けなおめでたい人生に過ぎません。刷り込みとして価値観を置いてきたプージャーやジャパの実習を通して、自分の心の実体に気づくようになってからこそが修行の始まりです。あちこち巡礼して、また外国にも巡礼に行って、それがどうしたんだ、それが何になるんだって考えなければ、まああまり意味がないことなんですね。例えば巡礼旅行の、まあイスラエルでもあるいはインドでも案内が来たので行ったんですということではですね、観光旅行と違わないですね。アーサナでもそれによって何を自分はしたいんだって理解できるようにならないといけません。美容ヨガをしたいんだとかね、上手になって教室の先生になりたいんだとか、それでどうするんだ、それでどうなるんだってまた考えないといけないんですね。結局ヨガあるいは霊的修行の目標である自分意識の脱落、自分意識の解消につながるのかどうかということを理解できないといけませんし、自分は今この段階にあるのだなと自覚できないといけないのですね。参加よりマントラ交渉、交渉より定唱すむれ、しかし心象なおすむれ、心象はすなわちティアナ。